今回はメガネデザイナーの仕事とおしゃれな私物を紹介。メガネデザイナーの仕事についてテイラーウィズリスペクトの脇さんにお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メガネデザイナーの仕事ってどんなことをするんでしょうか。この道具を例にしてお伝えしようと思います。この道具っていうモデルを、まあ、こう考えたのは、私がその沢江の古い工場さんに遊びに行った時に、昔のおじいさんのところがかけていたメガネが置いてあったんですけども、それを見た時にグッときたというか、かっこいいっていうふうに感じまして、それをまあ商品化しようと思ったところが、まあ道具の最初なんですけども、それをまあ私がラフデザインをパソコンにしまして、そのラフデザインをもとにサバイアの協力工場に持ち込んで、いろんな工場さんと協力して出来上がったものをまあ私のところに入れていただいて、これを皆様にお届けするっていうところまでやってます。メガネデザイナーなんですけども、プラス販売的なところも、実はしています。ラフスケッチみたいなのはどういうふうに？道具の場合で言いますと、もうある程度も頭の中ですごいしっかりと形があったので、それをもう本当にパソコンで書き始めて、線を 0.5mm 単位で調整しながら自分のこうピタッとしたイメージになるまでいじっていくというふうなことをしてます。あ、そうなんですか、ね。はい。脇さんがメガネデザイナーとして大切にしていることは何ですか？メガネを使ってて壊れたりした時に、壊れた部品がなんと手配ができて、長く使えるようなスタンダードと言われているものになるようなものづくりを大切にしてます。例えばですけど、まあ、私は1968年式の、まあ、ミニっていうちっちゃい会社に乗ってるんですけども、それがまあ今乗れるってことは、例えば部品が壊れた時はそういう部品を今の時代に取り寄せができて修理して乗れるっていうことができるんですね。それってすごいことで、まず部品が手に入るっていうことと、その部品がその当時のものにちゃんとつくようになる、でそれで快適に乗れるっていう風なものがそのミニなんですけども、同じような考え方で、これ昔2017年に作ったソルというモデルなんですが、今ずっとかけてきて、例えばここ折れましたっていう時になった時に、2024年現在作ったパーツがここにしっかりとつくんですね。っていうことは、これが壊れても安心して、修理して長く愛着を持って使えるということができるっていうことですね。7年前に作られた天風が今でも合うっていうことですよね。そういうことです、そういうことです。で、そういう部品は全て、他のモデルでも同じような感じで、使う。セテードのフレームも同じテンプルですよね、確か。そうですね。デザインは違うんですが、基本的には同じ設計になってるんで。あ、どうもそうですよね。全く同じ考えで作られてます。テイラーの鎧テンプルは大体同じデザインなんですね。これ決してデザイン的に手を抜いてるわけじゃなくて、共通にすることでのメリットが非常に大きい。あえてそういうふうな理解が利く作り方にしてます。アフターフォローがしっかりできる、でそれも、長年にわたってちゃんと対応できるっていうところが一番大きいんじゃないかなと思います。家電でも何でもそうですけど、結構10年とか経ったものを修理しようと思ったらもうやっぱパーツがなかったんです。そうなんですよね。そのミニは何年のミニになってますか？ミニ自体は、1968年式。そんな昔のミニとかってちゃんと走るもんなんでしょう？私はカスタムみたいな形で、まあ、自分が乗りやすい感じに仕上げて、新しい物件で乗ってます。例えば、まあ、エアコンがついてたりとか、冬は実はシートヒーターがついてたりとか、のヘッドライトも昔のものだと暗いんで、LED 入ってます。まあ、ドライブレコーダーが必要なので、まあ、ドライブレコーダーが使えるような電子ミラーみたいになってます。昔の佇まいを残しつつ最新なものに対してアップデートしてるっていうのがメガネにも通じるわけです。そうですね。この道具に関しても、まあ、デザインは本当にその時代のものなんですが、掛け心地だったりとか品質だったりとか部品がちゃんと交換できるっていうところは、同じような、まあ、思想になってると思います。しっかりちゃんとおじさんっぽいサーモンです。そうですね、すごい。それがいいですね、はい、バリバリハイテクで作られてるみたいな。ハイテクと、まあ、その当時の、まあ、介護主義のハイブリッドって言いますか、面白いと思います。なんかさん、すごいな、物にこだわりとかあると思うんですけど、ちょっと愛車とか、はい、これから教えてもらっていいですか？はい、
はい、ぜひ見ていってください。じゃあ愛車について教えてください。はい、こちらの方が、まあ、ミニ1968年式でマーク2って言われる時代の、ミニです。前から見ると結構皆さん見慣れた昔のミニと分かると思うんですが、ちょっと違うのが、木枠がついてちょっと長めになってるっていう、ミニの中では長物と言われてるような、バンタイプのミニになります。まあ、結構珍しいと思います。この車両ちょっと特殊みたいで、68年式なんですが、前の時代のグリルがついてます。マーク1って言われてる時代のグリルがもともとついてて、結構特殊な車両になってます。色もすごい綺麗ですね。そうですね。なんか微妙なアイボリーって言いますか、優しい色になってますね。内装は基本的にはオリジナル状態なんですが、アイボリーのカラーに、まあ、赤色っていうすごく面白い組み合わせになってて非常に気に入ってます。コックピットみたいですね。そうですね、なんかちょっと鉄の香りといいますか、昔の雰囲気がすごくいいんじゃないかなって思います。どういう愛車ですか？あ、これはベスパの 50S にして、まあ、ベスパの中でスモールと言われてる、まあ、ちっちゃいボディなんですけど、90年の後半ぐらいのベスパになります。何年ぐらい乗ってるんですか？これね、実はもう学生の時からなんで、もう30年以上。エンジンは学生の時に全部自分で組んだやつですね。はい。30年でそんな長落ちしてるんですね。そうですね。部品もいっぱいあるんで。パーツが手に入るんですね。そうですね。ポイントはボディがすごく綺麗な色。私の友人に塗装してもらったんですけど、非常にかっこいい、渋い感じで。かっこいいですね。うん。星さん、じゃあこのジャケットはどういったものなんでしょう？はい。これは私の祖父。祖父が、実は仕立て屋さんって、まあ、今のテイラー・ウィズ・リスペクトの、まあ、一つの名前の由来になってるんですけども、祖父が仕立てたジャケットになります。これは何年ぐらい前なんですか？まあ、50年ぐらい前に祖父がイタリアから生地を輸入して一人で仕立てたものですね。仕立ての方法なんかもあまり今のスーツとかジャケットに使われてないような方法が 使われてるらしいです。まあ、補強の方法なんかも非常に面白いことがやられてまして、すごい綺麗なボタンがついてて、でこのボタンの模様がすごいいいなって思ったところに、たまたま同じような模様のリム線が見つけることができたので、スティッチっていうモデルなんですけど、祖父が仕立てたジャケットにインスピレーションを得て作ったモデルなんですけど、このカバンはどういったものなんでしょう？はい、ブランドの名前がグローブトロッターって言いまして、このイエスブランドが作ったスーツケースになります。結構年季入ってますね。そうですね、いい雰囲気出てますね。まあ大体40年ぐらい前の商品っていうふうには聞いてるんですけども、なんかお気に入りのポイントってあります？40年ぐらい前に作られたものなんですが、未だに、ちゃんとスーツケースとして機能してて、使えるっていうところが非常に気に入ってます。中もシンプルですね。シンプルですね。はい、綺麗し非常に使いやすい。象が踏んでも壊れないっていう風な素材で作られてるっていうのがあって、材質が紙らしいんですけども、まあ、圧縮された紙でるっていう、まあ、そういうところもすごく面白く意味になります。この時計も、まあ、イギリスつながりなんですが、スミスっていう会社でして、車とかバイクでメーターとか、まあ、ケーキを作ってる会社があるんですけど、それが昔作ってた、壁掛けの時計になります。当時ものなんですが、中の機械がちゃんと電池で動くようにカスタムしてます。今あんまり使われてないんですけど、ベイクライトっていう当時の、樹脂が使われてます。メガネって昔の光ってベイクライト使ってます、ね。はい、そうですね、昔使ってましたね、うん、いいですね、メガネつながりました。チャンネル登録もぜひ。